皆さんどうもお疲れ。最近ですね、実は1ヶ月ほどちょっと実家に帰ってたんですね、訳ありで。で、帰ってきたら家が大変なことになってました。え、大変なことでっていう感じだと思うんですけど、埃が溜まってたり、まあ出発前に掃除しなかったのが悪いんだけど、掃除ができてないところとか、カビが生えてるところとか、いろいろあったので、すごく今から掃除していきたいと思います。いや、なんで埃って溜まるんかね。やっぱ1ヶ月もいないとね、結構自然に放置してる状態なので、やっぱいろいろ溜まってしまいますね。なぜこんなにも埃は溜まるのか、なぜカビは何のために生きてるのか。はい、ということで早速やっていきましょう。見てください、このテレビの周り、なぜこんなにもたまるのか。この録画するやつの上も見てください、なぜこんなにホコリはたまるのか。今から掃除していきます。ここはカウンターキッチンのカウンターなんですけど、ここも埃がすごいです。この掃除していきます。ここは電子レンジ、上に埃が溜まっております。ここも入っていきます。ここは換気扇の上です。いやー、どうしてホコリがたまるのだ。うわ、なんか落ちてきた。いや、ちょっと待って、ホコリがすごい量たまってる。なぜこんなに汚くなるの。なんでこんなところに髪の毛がたまるの、理解できない。してた自分が悪いですね。ピカピカだ。お風呂場です。なんでこんなところに汚れがたまるのでしょうか。罪だからですね。中側です。なぜカビがこんなに生えているのか。はい、では10分ぐらい置いたので流します。
ということで今日は1ヶ月不在にしてたお家を掃除しました。いかがだったでしょうか。やっぱり、ね、どうしても汚れてしまう部分とかはありますよね。掃除することは割と好きなのでこまめにねやっていきたいと思います。それではこの動画を見てほこりってたまるよね、そういう掃除の仕方があるんだ、自分はこういう風にやってるって思った方はチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れみー。